港橋と阪神高速3号神戸線、中野島西入口の入り路港橋は、大阪市北区中野島6丁目と大阪市西区、土佐堀3丁目を結ぶ、土佐堀川に架かる新名庭筋の橋。状況、元禄年間に行われた道島新地の開発の際に、中野島の西端部にも新築寺が形成され、その際に加強された。また、新築寺は、 東橋の名を取って港橋町と名付けられ、1872年の町名改変まで存在した。元の架橋地点は少し上流側だったが、厚生第一次都市計画事業による江戸掘り、福島線の付設に伴って、まず、東橋とタイになる上り船津橋が1936年に架橋され、東橋も1940年に現在の位置に掛け替えられた。その後、 新谷は筋の一部区間として拡幅されることとなり、1982年に現在の橋に架け替えられた。上流側、下流側とも福音約17メートルで架橋され、頭上に阪神高速3号神戸線が通る二層構造となっており、橋脚基礎を共有している。また、一つ、下流側の橋である、畑倉橋の北東田元から阪神高速3号、 神戸前中野島西入り口の入り地が、土佐堀川上で半円を描いて東橋の下流側まで伸びている。港橋の南西田元には、小説家の宮本明のデビュー作である、泥の川の一節が刻まれている石碑がある。かつて橋の田元には、宮本の父親が営んでいた中華料理店があり、宮本も9歳まで同地で過ごした。 泥の川はその時の体験をもとに書かれたもので、物語の中には港橋の地名も登場する。小説、泥の川舞台の地域は、宮本の母校であるオ手門学院大学の同窓生や地元の江戸堀連合振興庁会の呼びかけで、建立されたもので、2011年6月5日に除幕式が開かれた。ありがとうございます。